朗報、佐藤輝明。佐藤の守備は基本的にうまいと思ってるのは俺だけかな。不安定なのが問題。下手ではないやろ。たまに捕球はポカするだけやから、送球さえ改善されれば GG 狙えると思うわ。センスはあると思うで、ただ雑というかしょうもないミスが多すぎる。下手ではないし、センスはあるやつの取り方してるよ。内野ってセンスあるやつは反射的にハンドリングで取ろうとする、下手なやつは体で止める。佐藤は前者だけど、そこだけにセンスあっても取ってからが不安定だから怖い。エラーが少ないから上手いってのとはリンクしないからな。極端な話、セカンド関本なんて連続無エラー記録あったけど、あんなん守備範囲極強の無難な守備しかしてないんだから、当然といえば当然だし。上手い時期と下手な時期があるイメージ。上手い時期がずっと続くなら普通に外野行かせる必要性はない。その不安定を下手って言うんだが、正直2年やってあれじゃ外野の方がチームにも本人にもいいだろ。打撃に関しては叩かれてるほど悪くないし、むしろチームでトップクラス。ただ守備に関しては擁護はできんだろう。サードで使ってるやつが悪いといえばそれまでやけど。